ですね、やっぱり前半は少し全体的に、まあ、ちょっと硬かったかなっていうその思ったんですけど、やっぱり 0-0 でいったことで、まあ、後半は相手も落ちて、まあ、自分たちは焦らずに、まあ、チャンスは来ると思ってたので、本当にあのしっかりあの1点目2点目ってこう決めて相手に飲み込めたので良かったと思います。あの走る走力の部分でもう相手を上回ってたので、もう僕たちはそこは本当この1年間本当走力という意味では本当にあの厳しい練習をしてきたので、そこはもう自信があるので、まあ、だからこういう結果になったと思います。自分にはこう前半から結構シュートチャンスがありながらも、まあ、すごいあの枠外にシュートを外してて、まあ、後半もチャンスが来ると思ってたので、あれは本当にほぼ吉田選手のゴールで自分は押し込むだけでした、はい、点決めて結果残すっていうのはすごい大事なことなので、まあ、本当に明後日にもいいイメージでいいイメージがついたんじゃないかなと思います。次の試合はあの京都を起こし出すということで、あの前回前者の準決勝 0-2 で負けてて本当に悔しい思いしてられたので、本当にリベンジですごい燃えてるので絶対勝ちたいと思います。またゴール決めたいでしょうか。そうですね、まあ、ゴールも大事ですけど、まあ、チームが勝てればいいかなと思います。はい、やられちゃいけない時間帯でやられてしまったなっていうのは思いましたね。そうですね、岩木さんの攻撃は、まあ、3トップが特徴的で、まあ、両ワイドが上がってきていいクロスを上げてくるので、まあ、そこに入った時に3トップに入った時にしっかりまずは潰すこと、そしてまあワイドの選手がドリブルで上がってきたらクロスに対してはまあ9番がターゲットになると思うので、そこをまあ気をつけようとは話してたんですけど、まあうまく間に入られて、あのしっかりボールを持って相手陣地まで運んでっていうところまではこの試合の審判の紹介をいたします。できたと思うんですけど、主審清水拓、まあ、そこからですよね、相手の陣地に運んだ後の精度であったりアイディアっていうのがちょっと足りなかったなと思います。第4の審判より行われます、まあ、まだチャンスはあるので残り2日2勝すれば昇格はできると思うので、両チームのメンバーをご紹介いたします。やり抜きたいと思います。そうですね、しっかりと得点を 1-0 ではなくて得点を重ねられた、その点に満足せずに勝つために攻め続ける、当然守り続けるっていう、その両方を自分たちは、まあ、本当にいい守備といい攻撃っていうのをどれだけ 100% でできるかっていうところが大切だと思っているので、いや本当やっぱり予選ラウンドからも攻撃力に長けたチームで、まあ、特に10番の山田選手の得点能力だったり時間を作る能力で、まあ、4番の選手のサイドチェンジだったりとかっていう、その強みをいかに出さないかっていうところも一つポイントだったなというふうには考えています。こっちに対してのことはまあある程度熟知した上で臨んでくるのかなと、まあ、ただ岩木さんも多分相手関係なしに自分たちのやるべきことを多分やってくるっていうところだと思いますし、ただうちはそれに対しても真っ向勝負でぶつかっていきたいなと。そうですね、ほとんどつながなくて背後に蹴ってくるチームだったので、まあ、それは徹底しているのが強みなので、それに対して、自分たちが相手と蹴り合うサッカーだとかなわないなと思ったので、まあ、でもどっかではしっかりつながなきゃいけない、でもどっかで蹴らなきゃいけない、そこのところだと思うので、でもやっぱちょっとつなぐのかこう蹴るのかっていうところの判断の中で、つなぐんだったら勇気持ってつながなきゃいけないし、蹴るんだったらしっかり背後っていう話だったんですけど、まあ、なかなかそこのつなぐのか蹴るのかっていうところの中で、うまく合わなかったなっていうのがありますけど、はい、そうですね、やはり2点目が大きかったのかなと思いますけど、そこで結局自分たちがなかなかゲームをコントロールできなかったなと思いますけど、はい、まあ地決のその初戦の難しさ、ここが全てだなと思いますけど、悪くても引き分けて、っていうところがあればよかったですけど、そうですね、まだチャンスあるので、ここから2戦なんとか結果を出していきたいなと思いますけど、はい。